フロイデンタールはドイツビュルテンベルク州ルートビヒスブルク郡に属す町村である。この町はシュトットガルト地域及びシュトットガルト大都市圏に含まれる。この町にはフロイデンタールの他に地区はない。フロイデンタールはシュトロムベルク東端のネッカーボンチェの移行部、エンツ川西下流部ガンの支流シュタインバッハ川の谷の海抜275から310メートルに 一致している。最寄りの大きな都市は、南東約 16km の群長所在地、ルートビヒスブルクや北東約 19km のハイルブロンである。フロイデンタールは、北はベニヒハイム、北東はエルリヒハイム、南東はレヒガウ、南西はザクセンハイムと境を接している。これらの市町村はいずれもルートビヒスブルク軍に属す。 州統計局の二千十八年十二月三十一日、現在のデータによる。六百四十八年頃に、アンドレアス・キーザーによって描かれた、フロイデンタール・フロイデンタールは、千三百四年に、エスリンゲン・エアムネッカーのシュピタールの土地大庁に、初めて記録されている。ビシンゲニアレ・ヒガウと、同様、バーデン編境白領に属したが、千五百四年のバイエルン継承戦争で、 ビルテンベルク港、ウルリヒの所有となり、ベージヒハイムのホークト・コンラート・シェンクフォン、ビンターシュテッテンがこれを収めた。領主権が入れ替わり分割された後、1685年に、これらの集落はすべて再び、ビルテンベルク港、フリードリヒカールの所有となったが、フロイデンタールはすぐに、また売却された。1710年に、ギーベルスタット男爵ゴットロープツオーベルが、 相続人としてこの集落の所有者となった。この相続料は1727年に公爵の愛人ビルヘルミーネ・ホンピュルベンにまたもや売却された。1731年にエーバーハルトルートビヒコーと別れた後、公爵は協定によりこの村を得た。しかしこの村はビュルテンベルク公領に併合されず、ビュルテンベルク官房行政府の勧誘地となった。 ビュルテンベルク王国の成立に伴い、1806年にフロイデンタールは初めてオーバーアームトビーティヒハイムに編入され、ついで1810年にオーバーアームトベジヒハイムに移管された。1938年にビュルテンベルクのオーバーアームトが廃止され、フロイデンタールはルートビヒスブルク軍の一部となった。各時点の長域における人口を示す。数値は推定値。 人口調査結果、バーデンビュルテンベルク州統計局の公的研究結果に基づいている。フロイデンタールの福音主義教会フロイデンタールは宗教改革因を福音主義が根付いている。現在もこの町は福音主義の町である。これに加えて小さな新首都教会のコミュニティが存在する。カトリック信者はベジヒハイムのローマイコールカトリック教会組織に属している。 フロイデンタール・ユダヤ教会は18世紀前半に発足し19世紀半ばには町の住民の40%以上が属していた。フロイデンタールは1832年からフロイデンタール・ラビカンクの本部所在地であった。ユダヤ人コミュニティは他のユダヤ地方教会と同様に19世紀末頃から衰退し、それに続く国家社会主義時代の ユダヤ人排斥によって消滅した。かつて重要であったこの組織の意向としては、1770年に建設されたシナゴーグと、これに隣接する1723年から、ユダヤ人6家族が住んでいた、ユーデンシュレスレ、ユダヤ人墓地がある。迫害され、殺害されたユダヤ人住民を追悼する記念プレートが、上巻近くに掲げられている。 シュトルムベルク通りの両端に1988年から設けられた記念プレートは何世紀もの間ユダヤ人街で1933年までユーデンガッセと呼ばれていたことが記されている。フロイデンタールの町役場、フロイデンタールの町議会議員は12議席である。町議会はこれらの選出された名誉職の議員と議長を務める町長で構成される。町長は 超議会において投票権を有している。長部は金字でその中に黒い鹿の角。主部は赤字で金色の F の文字が書かれている。フロイデンタールは1980年10月9日に黒から木の配色の町の旗を認可された。しかし実際にこの町は赤から木の配色の旗を用いている。クレベニッツ記念碑記念碑と呼ばれているのは ビュルテンベルク王、フリードリヒの愛馬へ、レーネ号の墓石である。これは、町の西部、シュトゥーテンベーク沿いにある。フロイデンタールでは、2017年10月6日に、初めて、芸術家、グンター・デムニヒによるストルパーシュタインが、初めて設置された。プフォルツハイマー通り25番地の建物前の歩道に、埋設された、この小さな真鍮製のプレートは、ここで里子として暮らしていた。 アルベルト・エルンスト・グライナーを記念するものである。仕事中の事故で重い障害を負ったグライナーは、1940年6月にビュルテンベルクのバイセナウ療養所に移され、同年12月5日に T4 安楽死作戦に、基づきグラーフェネック安楽死施設で国家社会主義者によって殺害された。町の面積が非常に狭いため、農業が支配的な地位を占めたことは一度もなかった。 2005年現在も、主にワイン作りを営む、専業農家が1軒と、兼業農家が数軒あるだけである。フロイデンタールは、職人と日雇い労働者の村であったが、第二次世界大戦以後、住宅地として発展した。フロイデンタールは、ビュルテンベルクワイン地区のビュルテンベルクウンターラント地域、シュトロムベルク大地区に属すワインの産地で、ビュルテンベルクワイン街道沿いに位置している。 軍立クレーブラッド養護ホームの老人、養護ホームがある。フロイデンタールには幼稚園2園と基礎家庭学校1校がある。最寄りの本家庭学校はレヒガウニ、その他の上級の学校はベージヒハイムとベニヒハイムにある。この町の電力網はエンベベイレギオナルエジーが運営している。天然ガスの供給は行われていない。ボルフスベルク地区とガルゲネッカー地区では、 液化ガスの供給が行われている。フロイデンタール町は2005年まで飲料水の完全な自給自足を行っていたが、2006年からフロイデンタールの水とボーデン湖の水を混合している。上水道は地元の水70%にボーデン湖水供給会社からの水30%の比率である。人海処理はルートビヒスブルク郡の100%湖会社の ルートビヒスブルク軍人海処理会社が行っている。エイビルはルートビヒスブルク軍の委託を受けてゴミの削減、再利用、廃棄といった処理を行っている。フロイデンタールは3つのバス停留所によってシュトットガルト交通、運賃連盟と結ばれている。さらに、ハイルブロナー方園ロア・ハラー近郊交通との共同運行のクレーブロニ記バス路線がある。 最寄りの鉄道の駅はベジヒハイム駅とビーティヒハイムビシンゲン駅で、後者はシュトゥットガルト S バーン及びカールスルーエシタットバーンに直接接続している。ありがとうございます。